皆さんどうもこんばんは。ざわざわざわ、ウキと申します。どうもこんばんは。今日も楽しくクワックバイオハザードブレッジ、実況プレイやっていきたいと思います。やっていこう。あのね、始まりがね、いまいちわからんのよね。どうテンション上げていいか毎回わからん。ルイザーまた、家畜がやられた。このままじゃ冬を越すのは無理だ。消えたエルネストもまだ見つかってない。ミランダ様、俺たちを見捨てたのか。さあどうだございますか。今日もやっていきましょう。あのねー、あ、なんだこれ。昔はこうだったんだよみたいな。いやでも今とさほど変わらないけどな。なんか伏線があるのか。どうせ今からここに向かいますよってことじゃないの。絶対そうだと思うけど。そうだね。多分こっから今からここに行きますよってことでしょ。なんだこれ。あ、どうもこんばんは。さあ、みんな待ってるな。オープン。なんだこいつら。よそ者が殺しに来たのか。黙ってあんた。二人を助けてくれたのよ。誰も助けなんて頼んじゃいない。どうぞ、いいさ。座って。無事だったの。村でこれだけか。無事？無事だと？これのどこが無事だってんだ。動けもしねえ怪我人に、バカみてえに泣くしかできねえ女、お前もだ。血まみれの死に損ないジジイによそ者まで連れ込みやがって。この家が安全だと？安全な場所なんかねえ。外の腰抜け連中もとっくにぶっ殺されてる。明日には、やめろ、それ以上言うな。明日には俺たちもみんな死ぬ。そいつのクソ天使みてえに泣けんじゃねえ、ロクサーナ。もうやめて。ここは代々私の家族を守り続けてきた家。酔っ払いであれ何であれ誰でも歓迎する。ここにいれば安全よ。言ってろ。一体何が起こってるんだ。余裕がないね、みんな。当たり前か。わからない。ただ普段通り静かに暮らしていたら、ある日突然化け物が現れて襲ってきたの。何度もやってきた。待ってるじゃん。それで旦那さんは？まさか。いいよ、彼はどこかにいる。絶対に村の誰かに助けを。ええ、そうよ、きっと助けを呼びに行ったの。守りましょう。彼が私たちのため。そう、さあ一緒に。お祈りでもすんのか。大いなる者よ、聞き入れたまえ。畏敬の念とともに捧げ、無限の闇より運命の定めしかが我らに差し伸べられんことを。深夜の月がまだった翼で舞い上がる時、我らは自らを犠牲とし、最後の明かりを待つのみ。生にも死にもマザーミランダに栄光を捧げる。さあお茶の支度、エレナ手伝って。その祈り前にも聞いた、墓場にいたローマから。あのばあさんか。あのババアならもう完全に行かれちまった。ああ、それには俺も同意だ。とても献身的だから、きっと彼女にもご加護があるはずだ。何してる。レオナルド、どうしたの。大丈夫。ああ。やめろ。ああ、ゾンビ化しちゃった。下がってろ。やめて、離して。ああ、ゾンビ化してる。デジャブ、デジャブ、ウェルカムトゥファミリー。
撃っちゃった父さん。出るな。腹をくくったが、覚悟を決めたが、父さん、父さんごめんなさい。おい、エレナ、あれはもうお父さんじゃない。仕方なかったんだ。エレナ、行っちゃダメだ。もう助からない。父さん、逃げよう。家が崩れる。手遅れだったんだ。お父さんじゃなくなってた。もう放っておいて。ダメだ、ここから出よう。一緒に。イーサン、いいやつだな。ここから出ないと。うん、それには深く同意。なんかアイテムねえかな。毎回思っちゃうんでね、なんかあるたびになんかアイテム、おー、すげえ、サイドミラーがちゃんと映る。これでも俺映ん、イーサン映んないあたり貼ってやるだけっていうのね。ひー、これさ、どんどん燃え移ってる、これ。これやばい、これ。なになになんかすごい恐れる。何もアイテムないかな、多分。情けか？情けだね。いきますか。ん？あ、ハブ。ラッキー。何もないと。何もないと。あ、ほら、お金？落とす。ただの犯罪者。あ、トラックの鍵。完璧にあれだね。あ、調べられる。あれを開けと。なるほど。ドライバー。あ、ショットガン弾、ラッキー。で、ショット、なんかね、比例すんだよね。弾がいっぱい手に入るってことは、その分敵が出るってことが、複雑な気持ちよね。あー、すごい火すごくない？火の周りが早い。運転すんの？まさか。どうするつもり？離れてろ。こいつでぶち破る。どうすんの？なんか車よく運転すんね、バイオ。スームも運転したし、スリーもやったし、RE3 も。よいしょ、バック。もう行っちゃ。しょ。兄さん、大丈夫？ああ、平気だ。もう一度。いいか。もう時間がない。上しかないな。火の場合は上行っちゃいけないんだよ。してた？手をつかめ、早く。火は上に上がるから上に行っちゃいけないんだよ。そうね、あのガチ切れしちゃいけないところですけど。心配ない。げ、煙を吸うなよ。分かってる。ありがとう、イーサン。いや、くどくない、イーサン。お前妻いるだろ。どうすんのこれ？だといいな。君にも紹介したいよ。おこっちだ。いける。でもミーはぶち殺されたけどな。大丈夫か？あそこから出られる。よかった。だけど村は化け物だらけなのよ。あんなに数がいたら逃げられっこない。いいか、諦めるんじゃない。娘を探す前に君を無事に避難させる。ローズはきっとあの城にいる。ダメよ、あの城に行けばあなたの命はないわ。それに私一人なんて。父さん、ダメだエレナ、あれはもうお父さんじゃない。私を呼んでる。父さん、やめろ、危ない。やばい。いや、やめろ。そんな未来見たくない。俺はそんな未来見たくない。やだ。さあ、手を伸ばせ。
やろ、やだ、やだ、見たくない、やだ、その、その結末だけは見たくない、やめろ、やだ、やだ、やめろ、娘さんを救って、やめろ、諦めるな、さあ、こっちだ、ちくしょう、どうして、みんな死んじまうんだ、こんなのひどすぎる。なんかあれね、怖いっていうかさ、なんでこんな、そのなんかその、いや、なんか、うん、怖くない、怖いんじゃなくて、むご、な、なんか残酷ね。何なんだこの村、一体何が起こってるんだ、くそ、実況しないといけないのにさ、普通にあの、もう言葉が出ない。何？めちゃめちゃバキンバキン打ってるけど。誰だ？やめた！ミランダ様！あ！おい！あ！今は一体誰なんだ？ミランダ・サマー、ミランダ・サマー、金鳴ってる、金鳴ってる、イコールバー、あのゾンビいっぱい来る、イコール走る金鳴ってるイコールゾンビ来る、ゾンビ来るイコール走る、あれは何、あ、またババやん、もうクソババやん、みんな死んだ、そうとも、みんなに死が訪れたのじゃお前サイコパスやな、犯罪係数オーバー300で執行対象、あー銃構えられねえ、バイバイ、あのあんまり深く関わっちゃいけない、さてストーリー進むとしますか、お、開いた、失礼します、行けば命はないか、ちょ、テンション上がってない、ヒーさん、行けば命ないか、たまらねえなつって、あー城に通ずるのか、やべ、テンション上がってきた、おーい、ついにだね、ついに、ついに来たね、まだボス戦とかやってないかな、なんかついにバイオって感じがしますけど、これはこれはまだ生き残りがいたとはタフなやつがいたもんだ、誰だお前、能力者、よそ者か、面白い、ミランダが見たら喜びそうだ、なんかもうバイオじゃない何これ、もうゾンビとかウイルスとか関係ないやん、超能力やん、もうなんかイーさん毎回こうさ、前作もそうだけど連れてかれるの多いね、他のものでは力不足でしょう、私の娘たちなら存分に楽しませることができます、
それに我がドミトレスク家にお任せいただき、あなた様に最高の血を用意することを約束いたします。私は見えないでしょ。待て。ねえ、つまり、てめえらうるせえぞ。なんだ、ここは。なんかデジャブ。こいつを独り占めして何が面白いってんだ。この俺なら全員が楽しめるショーを見せてやる。なんてくだらない。安っぽいサーカスなんて誰が見るの？この男が苦しむ様は私が。どうせ誰もいねえ城でこいつの何を切り落とそうってんだろう。互いの言い分は分かった。片や一方は理屈に及ばぬようだ。だが、我が意は決したぞ。ハイゼンベル、この男をお前に委ねよう。マザーミランダ、どういうことですか？ハイゼンベルクは幼稚な上、あなたへの忠義も疑わしいというのに、私めにお任せくだされば、滞りなくその男を。ガタガタ言ってねえで。自分が負け犬だと認めちまえよ。餌が欲しければ他当たれ。その口を落とし坊や。今は大人が話してるの。坊やだ。てめえこそミランダ様に盾つく気か。お前は責任というものを全く理解できていないようで。通体がでかいとエゴまででかくなっちまうみてえだな。ケタケタ。俺のことは無視かよ。静まれ。なんか上向いて。我は絶対だ。意義など認めぬ。身の程をわきまえるのよ。どう思うお母さん。はでは、親愛なる、けだものの諸君。長らく待たせたな。いよいよゲームの始まりだ。そんじゃ期待してるぜ、イーサン・ウィンターズ。いや、いい声してんな。準備はいいか？おい、エロさん！マジ、マジ、なに、なに、なに？は？走れ！くそ、誰か！いけ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 。遊んでやがらやって、俺で。こういくのか。オッケー。オッケーいけ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 。うわー、お久しぶりー。いやいやー、あ、ガードだったのか今の。いや、だだだだだだ、めちゃんこいるやん、ばゾンビ。どこだ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 、考えろ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 、どこだどこだどこだ、考えろ。もうお前らつくしかないだろ。いや、なくね。いや、どうすんの、登る、登れないしな。どうする、なんかやる、考えろ。考えてもわからないな。あった、ここだ。オッケー、オッケー。まだ上あんのかよ。まったくよ、噂通りのしぶとさだな。おお、まさか俺がお前を逃がすとでも思ったか。どなたもろが退屈しちまってるからな。何？そんじゃ派手に内臓をぶちまけて。何何何？いや、オーマイグー、まっすぐ行くじゃない、これ止まるな、止まるな。いや、無理だ、ダメだ。これさ、どうすんのこれ。でかぞ。そう、ここ、あ、ん、あ、これいけんじゃね、これでいけんじゃね。よし、危なかった。オーケー。あいつらがローズを。
かね、ゲッチュ。これ嫌なことすんね、これ。で、これに目奪われたら絶対死ぬやん、さっきみたいな俺に。なるほどなぁ。4人の貴族たち。ああ、今回のテーマはそれなんだ。うーわ、すーごい。なんかサイコブレックやってみて、バイオハザードじゃなくて。世界観的に行くと。なんかすごいね。なんでさ、毎回思うけど、こういうとこにさ、ライト置いてやんの？親切すぎん？本当に、親切すぎんか？なんかこれ、あ、戻ってきたやん。上へ回ります。ご注意ください。何に注意すればいいんだろう。エレベーターじゃなかったし。すっげえ、これ、VR でやりてえ。アーメン。ここら辺ないの？アイテム。アイテム。何これ育ててんの？畑だね、これ。カカシか、これ。なるほど。カカシか。なんかゾンビ出すぎると慣れちゃうからね、あんま出してほしくないんだよね。なんか一体一体の恐怖がね、減る。お、何？お待ちしておりましたよ、ウィンターズ様。なぜ名前を？この村ではあなたはもう有名人ですからね。噂じゃ娘さんをお探しだとか。メスです。確かにこちらの城は怪しい雰囲気ですが。あ、お前もな。間違いね。私は商いをしているだけ。ここで？ああ、申し遅れを。デュークと申します。いかがです？武器に弾薬、傷薬、欲しいものは何でも提供しましょう。うん、それでしたらご自由にどうぞ。ここでお金手に入れるんだ。アイテム売却。どうぞご覧に。ああ、回復薬は売りたくない。ねえ、正直ね、買わない方がいいんでね。ご利用ありがとうございます。そう、あれ待ってよ、こっちを。もういいや、いいや。素敵な旅になりますよ。いや、こんだけ弾買っても22しかないんだ。32発しかないんだ、今現状。で、ショットガンの弾が、まあ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 。微妙なところでございますね。いやー、今回難易度高いな、そしたら。勝たないといけないんだ。いや、綺麗だね。急に綺麗。ドミトレスク城。ローズがここに。俺はストーリーのどれくらいやってんだろう。ああ、ん？ドラクエ？不法侵入からの破壊は。これは絶対壊す。で、拾うと。はーい。慣れてるよん。そういうことに関してはね、まあ、バイオやってるから。ね、まあ、いやー、右かな。タイプは。レドニック様納品、男一女さん。いやー、納品じゃない。リューク様商談、ミランダ様奥様とかいや。なんか、人をさ、普通に物として扱うな。いや、ひれー、ひれー、始まった。あ、どうも、こんばんは。ん？いや、綺麗だなぁにしても、本当に。向こう側から接触されてるみたいだ。オーケー。なんか、始まったね、いきなりバイオが。ぽいね、バイオっぽいね。バイオやってんだけどさ。これは壊す意味あんのかな？ないね。ただ壊しただけだわ。器物破損。なんもないな。すごいよね。勝手に入ってさ、物めっちゃ壊して物盗んでさ。あら、あれ、これ入り口？あれ、俺、こっから入ってきた？違うよね。いや、広。いや、もうなんか広すぎてやばい。ああ、セーブできる。実家。なんで俺こんな下にやってんの？
OK。 なんか何らかの球体を入れる穴がある。何らかの球体を入れる穴がある。動いちょる。ね、こういうギミックがこの後出るってこと？面白くなってきた。あ、なんだ。ノルシティンの、迷宮模型かな。19世紀末の造形作家の作、祖国で異端の烙印を押され、放浪の果てに村にたどり着いたという、ノルシティンは古城、丘の館、水車、鉄塔の4作品を作り上げた後、拳銃で頭を撃って自殺した。模型は可動式になっており、専用の金属器を終点に導く道具になっている。4つの模型にはそれぞれ、色水晶、色水晶で あざられた人骨が収められている。一説によると、これらは彼の愛した4人の妻の遺骨であるとも言われている。気持ち悪い。気持ち悪い。もうそれしか言わねえわ。あー、すんごいね。なんか、すごい。本当に、よく作り込まれてんな。細部まで。すーご。おーい、これすごいな、これ。すげーな。あ、あがね。あ、ここ行ってないや、俺。心なき四天使になんとか。あ、でも、ああ、びっくりした。やろ、お前、やろ。うん、男の血。いや、意外と綺麗。めっちゃ持ってかれるやん。なんかストーリー進んだ。お母様、新しい獲物よ。気の利く娘たちだから。あら、俺お前知ってる。見せてちょうだい。まあ、これはイーサン・ウィンター。あ、どうもこんばんは。弟のバカらしいゲームから逃げおせた。弟なんだあれ。それじゃあ吟味させてもらおうかしら。非常にナイスバディだな。はい、お母さん。なになに。何を吟味すんの。何。いやー、すげえババアだな。香味が抜けてきてる。なら早くいただきましょう、お母様。ダメ、私が捕まえたの。喧嘩はおやめなさい。マザーミランダへ伝えるのが先よ。それが済んだら、たっぷり楽しませてもらうとしましょうね。吊るして。吊るして。もういや。やめろ、話せ。何をするんだ。口の聞き方がなってないわね、イーサン・ウィンターズ。立派なの持ってんな、おい。いやー、すごいね。待て、下ろせ、おい。なんでお前も嗅いでんで。ちょっとさ、何、能力者多くないこのゲーム。いや、どうするな。ガチャガチャするしかないよな、だってもう。お、やだ。あいつが行かれたな。お前それやっただけでさ、回復するのが意味わからん。
でもイーサンは特殊な訓練受けたんじゃないの、あれから頑張って。絶対もう引けと言わんばかりのこのレバー、え、引けないのこれ。ん、何もない。よくお前それでさ精神安定してんだ。俺はもう死ん、もう無理よもう無理よそんな。あ、なんかクリムゾングラス。あーったけーじゃねえんだよ。てか今日暑くねマジで。なんもないか。もうなんもないか。いや、すーごいねー。まあ、すごいね、ほんとに。あ、すごい。イーサンの影が。なんかディズニーのアトラクションでこういう場所ありそう。調べる。ん？ああ、なんかいけそう。ちょっと待って、もうちょっとあさらせて。ここ開かないのか、じゃあ。ああ、やっぱそうだ。1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 か。いきますか。ネズミ、チューチュー。え、これなんだ。スクラップ A、 スラマップ B、 とこれは拷問道具かね。わからん。このまま進んでいいのか。あ、これキモ。目、え、なにこれ、どうやってんの。ん、あ、なるほど。よいしょ。ん、これはどこ。あ、またなんかラッキーで、また壊すぞ、これ。結晶のかけら。多分、売却アイテムだね。あ、なに？ちょっと待って。ちょっと待って、もうちょっとされてて。あ、ここ行けそうね。じゃあ、待って、一旦こっち引けてみるか。ローズはどこにいるんだ。あー、ここ、いや、俺ここ来んの初めてだ。何これ、4つ。絶対あいつら4人全員倒すんじゃん。心なき4天使に仮面を与えよ。なるほど。んで、こっち行ってなかったね。こっち行ってみるか。おお、頑張るだ。いや、弾めっちゃ手に入るの嫌な気を感しくしね。鍵を外した。あ、俺さっきここから来たんだ。なるほどな。仮面ね。とりあえずワイングラスゲットしたから。びっくりした。デューク、ここで何を。商いは場所を選びません。娘さんは見つかりましたかな。いや。もし娘さんがいらっしゃるとしたら、この城の主人の部屋が一番怪しいでしょうな。そうでしょう。ドミトレスクか。ねえ、いかにも。彼女の部屋へ行けば見つかるやん。こいつ味方？それはそうと、何かご入り用では。てな感じで今回は終わらせていただきたいと思います。いや、ドミトレスク、めちゃめちゃ綺麗なおばさんがいましたけどいやー、やっとなんかバイオハザードビレッジが始まったんじゃないかなって感じでございますね。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。見たら必ずチャンネル登録、高評価よろしく。 Twitter、TikTok やってます。俺の名前はザワウッキ、覚えろよ。